お金持ち仕様ですよ。あれ上がんねえな後ろが。これと成金仕様です。ヤノルさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあちょっとこれから僕の買ってきたホイール取り付けいきましょう。うん、お願いします。じゃあ行ってみましょう。ありがとう。はい、こちら車小僧です。ノルさん秘密基地にやってまいりました。いらっしゃいませ。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます、はい、ようやくこのホイール交換、そうですね、どんなホイール買っちゃったかって、はい、本当、ね、ホイール買うつもりなかったんですよね。本来僕の車も初めてなんですけど、スタッドレスちょっと今年必要な理由がありまして、スタッドレス買おうと思ったら、はい、やっぱ面白くないので普通に買うのが、はい、なんとね、こんなのノリオさん喜ぶホイール買ってきました。視聴者さんも喜ぶホイール、ドーンってね、これ6分の1のカールソンにスタッドレス入っちゃいました。すごいですよ。俗に言うお金持ち仕様ですよ。当時のお金持ちにしかできないゲートですからね。でたまたまねいいのがあったんで、どうせ履くんだったらということですけど、かなりいいね。6分の1でもこれこれ、ね、明日ね、当時のあれですね、一発目のデザインですね、一番最初のフラットのやつ、ね、やつですね。この後ちょっとここがもっこりして、もっこりして、うん、ちょっとコンケーブっぽくなるんですよね。そうですよね。でエボー1エボー2とかってなってきて、はい、どんどん新しくなってきちゃったんですけど、これ一発目のカールソン、はい、まあ、ガリクソンついてますけれども、こんなの許容範囲ですね。懐かしいですよね、うん、これサイズが18インチで 8.5、はい、9.5 で8.9半ですね、うん、それは45とか、ね、その辺が、うん、まあ、もう一番ベストなものなんですけどね、はい、まあ、ベタベタにしたら多分これ当たっちゃうと思うんですけど、と思いますね。あ、サトレスなんで、そうそう、まあでもこれね、夏履き替えたくなくなる可能性も、可能性ありますよね、はい。ただ来年3月4月あたりにはね、ちょっとまた、うん、のりおさんと一緒にね、今度は本気のホイール、本気のホイールを探したいですね。探す旅という企画ね、視聴者さんやってまいりますんでね、もうアップガレージ巡りしますね、はい、うん、か、もうどっかにかき集めておいてもらうか。車ありそうですよね。ね、でも綺麗ですよ。まあそうですね、これも20何年前ですよね。もう20何年ですよね、うん、もうカルソンさんないですからね。懐かしく思っていただける方はね、これ伝わるかな、このね、フラットのやつね、これフラット、そう、こっちが好きなんですよ、僕、はい、ワンピでね、色いっすよね、そう、カーリソンってユーロ系が流行った時、若い頃はね、こういうの僕もね、ワンピのバルドとかも履いたことありましたけど、デシャトレですね、そう、デシャトレ。ただやっぱね、リムとかないと、若い頃はそうですね、なんか物足んないなってなっちゃう、やっぱり周りがね、リムあるから、負けてらんねえってなっちゃうんですけど、そう、あれ失敗したかななんつってね、1年も経たずにホイール変えた記憶はありますけど、年取るとね、ワンピの、まあ、ワンピの良さがね、分かるっていうか、そうですよね。子供の頃ナス食えなかったんですけど、大人になってからナスが食えるようになったと。それと同じ感じですよね。はい、この渋みが分かってくる。渋みがね、変わりますよね。はい、そう、多分そんな感じだと思う、まあ、若い視聴者さんね、親父癖って思うかもしれないですけどね、ちょっとおじさんたちはこれで楽しんじゃうんでね、楽しんじゃいますね、うん、まあ実際ちょっとどんな感じが、どれぐらいの車高でこれが似合うのか、はい、うん、いろいろ試してみます。ちょっと履いてきたタイヤもね、50タイヤなんで、はい、外形はちょっと一回りでかい感じ、はい、スタッドレスはもうこのサイズになっちゃうみたいなんで、うん、ですね。じゃあちょっとのりおさん、作業の方ぜひ懐かしみながら、はい、また親父2人のトークでいきますね。お願いします。よろしくお願いします。車高上がってきたかな、そろそろね。あれ上がんねえな後ろが、うん、これ一回エンジン切んないといけないな。前もそうだったね。これかな。純正エアサスあるあるですよね。長い。もう今これホイールキャップタイプってないですもんね。もうね、純正でもね。はい、コストがこっちの高いんで。そうですよね。もっと車高上げといた方がいいのかな。大丈夫ですよ、右が入ると思います。大丈夫ですかね。なんか右と左があれだな。あ、こんなもんか。じゃあエンジン切っちゃいましょうか。はい、
これ野口さん撮った時からグリル変えましたこれ。あ、変えました、変えました。そうですよね、はい、前普通の純正のクラウングリルでしたもんね。おお、エムゲングリルに変えて、はい、ヘッドライトスモークコストそうですよね、はい。怖いな。怖い。いや、調子がいいんですよ。そうですね。そう。僕も出したいんですけどね。うん、なかなか壊れないんですよ。なかなかない、ここのところ。あとも予防整備していくしかないですね。そうですね。僕はこののりおさんの車構造セルシオカスタム企画が楽しいですけど、帰り道が何より楽しいです。楽しいですからね。一丸なかなかね。いや、もう触れなくなっちゃう。これも純正ナット使ってスタッドレスの社外ホイール履いちゃう人増えるんですよね、この時期。いますね。そう、もう自分らでやられるね、方で。怖いっすよね。ホンダナットとか。中断面なら先輩入れちゃったりとか。はい。貫通ナットで懐かしいね。あー。怖マジかって、おじいちゃんね。それでも。おじい様だと自分でやってんですかね。みたいですね。昔取った秘密が出るみたいな。あら、またフォルムが良きですね。良き良き。冬仕様のがビップ化仕様っていう面白い。夏になると純正に戻る。いいっすよね。純正の方だ。そうそうそう、子供2人乗っけてこれで走り回ってますか。乗ってもらった方がいいんですよね、調子いいから。あ、そうね。そう、いや、ずっと乗ってないのかなと思ってたんですけど、はい、今まで奥さんも乗りこれ乗りたくないっつって、はい、バスで行ってたんですけど、はい、やっぱ2人目生まれてからもう大変だっつって、むしろ僕の LS 時代よく運転してましたから。なるほど。そう、ただこれのが怖いってやっぱりね。あ、形がね、例えばケツ、これケツ長いじゃないですか、トランクとかね。そう、そう、そういうのがあるんでしょうね。のりおさんの奥さん、見ろと、この車高でこのバコンで運転してんだ。もちろん。もちろん。うちのもやっぱり好きなんで。いや、いいっすよね、でもね。ダメなんですよね。あれ、お子さん、娘さん2人でしたっけ。娘2人と、あと男の子です。はい、一番下に。今度あれです、うちの長男坊、はい、今中1ですけど、はい、Y30 の娘です。あら、そう来たの。じゃあ僕のチャンネルで勉強してもらった方がいいですよ。ずっと見てます。本当ですか。登録してなくなった。面白いですね、Y30 買ったら。まあ本当に親父がこんだけトヨタ党なのになんでリサイクルじゃない。確かに、そりゃそうだ。ちょっと思っちゃいました。結構つらつですね。つらつらですね。裏側は当たってないんで大丈夫ですか。タイヤが太いからね。はい、僕もね、ムチムチが良くなってきちゃって、前は引っ張ってタイヤついてるかついてないか分かんないぐらいが好きだったんですけど、もう悪くないですよ。そのさっきのナスと一緒ですわ。いや、僕はちなみにまだナス食えないんですよ。でも235なんだ。 9.5 で235って細いですよね。細いですね。ですよね。別に255とか履いてもいいです。大丈夫ですよね。なんで丸なのりさんとか、これヒートガンですね。ホットガンね。なんでもできますね。ヒートガン。ヒートガン。フェンダー爪折りもできますね。温めながら。爪折り機もあります。あ、そうなんですか。はい、あのローラーのゴリゴリやるやつ。ローラーゴリゴリもあります。これはね、なぜかね、もともとですけどスリット入ってるんですよ。売ってないから社外でこれになってるんでしょうね。ですね。あ、元気元気。大丈夫そうですか。はい、でも最近コツ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 言いますからね。冷えてると特に。あ、うん、あれ、サビさん。サビさん。いいですね、このね、知らぬ間に集まってくる。
疲れ様です。何にも約束してなくても集まるこの秘密基地最高ですね。しかもこの40過ぎてみんな20代じゃないですかね。こんにちは、サビさん、どうも。やってます。今日やってたんです。そう今日そう今日遊び行こうって今ブーってきたらあれオンエア中ですね。ストーリーはリアルタイム。そういや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 、なんか思ったんですけど、カールソンは重いですね。重いですね。ね、もうデザイン重視ですね。サビさん、スタッドレスでカールソンにして。あ、スタッドレスで履き替えに来たんですよ。そう、逆の発想。はいはいはい。そう、今回ちょっとスタッドレス履かなきゃいけないことがあって、はい、ただ普通に履き替えんだったら、はい、いいじゃないですか。面白いことしてやろうって。今までこっちだったんですもんね。そう。いいじゃないですか。冬はこっちっていう。はい、冬はこっちで。パワーアップしちゃう。はい。ありですよ。ありですか。ありですよ。あり。これと成金しようですか。冬も。スタッドレスなので18インチ。10セルしようですね。これが30年前にできてればね。ね、今だから全然言わせる。確かに。いいんじゃないですか。スタッドレスでツラツラじゃないですかこれ。ね、かっこいい。かっこいいですよね。おしゃれ。似合ってますよね。似合ってますね。やっぱりその時代に流行ったホイールだから似合いますね。はい、うん。フェンダー当たりますよ。当たります。もうこの車高でいいんじゃないかぐらいです、うん、ね。確かに。そう、ね、まあ、さっきの話でね、いや、なんならここ爪折り機もありますよ。いや、おしゃれじゃないですか。あ、サルさん、そしたらハンドル前傾してもらっていいですか。あ、これ、あ、鍵ついてますね。はい、じゃあ、かけます。お願いします。下がってきちゃったりして大丈夫かね。あ、ちょっと下がってきたな。ね。当たんないかな。あ、でも逃げそうだなこれ。あ、逃げますねこれだと。みんなプロ、スライチ職人がいるからね。気持ちいい、うん、次逆お願いします。
逆は大丈夫そうだな。逆が大丈夫そうですね、はい、センターでやります。ここが前切りの時に当たるかなぐらい。スッスッスッっていう感じですかね。あと尺を上げてもらう。ちょっと上げてみましょうか。ちょっと上げてみて。いいなこのスラリア。あ、優秀。優秀。全く当たらないやつ。この車高だな。逆お願いします。あ、大丈夫ですね。ありがとうございます。とりあえずこの車高。まあこれでも車高ね、純正よりかは。逆にさっきの車高だったら普通に走れる、はい、走れちゃいますよね、はい、うん、かっこいいっすよね、かっこいい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、いやいいじゃないですか、よろしくお願いします。